はい、皆さんこんにちは、ワインの人でございます。本日もどうぞよろしくお願いします。今日はですね、すごいですよ。本当にすごいのをちょっと紹介したいなと思います。先に言います。今日は何のワインをご紹介するのかというと、こちらでございます。ドドンと、こちらがですね、なんて読むのかな、ロッカスベーバと読みます。調べました。ロッカスベーバでございます。で、セパージュとかの品種がですね、よく分かってません。なぜかと言いますと、見てください。まあ普通、買えばね、どういう品種なんですよっていうのが裏に書いてあるんですけど、もう全部ね、これイタリア語なんですよね。全部イタリア語でもね、なんて書いてるかよう分かんないですよね。ちょっと読みますね。ダ・ウバ・コラ・ベイナ、要は分からんです。はい。で、なんでこれ日本語が書いてないかというと、そもそも日本で買っていません。はい、これイタリアでわざわざですよ、イタリアで買って持って帰ってきてくださったというですね、あるお方がですね、持って帰ってきてくださったんですよ、こちらのイタリアのワインを。たまたまね、なんかイタリアでお仕事か何かでちょっとね、行かれるということで、私がちょっとワインが好きだということをですね、存じて、くださっておりまして、私のためにと、このイタリアのワインをですね、直接ですよ、こんな重いもんをですね、カバンの中に詰めて持って帰ってきてくださったわけですよ。もうね、本当感謝感激雨あられでございます。本当にありがとうございました。本当に私、本当に発狂するぐらい喜んでおります。はい、現地のワインですからね、飲めないんですよ全部。まあ現地のワインっていうか、まあ、輸入してくれやそれは全部現地のワインだよって話なんですけども、まあ日本でね、見かけないワインでございますから、こんなね貴重な経験はできないんですよ普通はね。本当にありがとうございます。まあもうしのごの言わずにね、もう開けております。はい。もう、やっぱ、この間、デキャンタの話をしましたけれども、やっぱワインって開けて1時間ぐらい、経ったぐらいがね、やっぱ美味しいんじゃないかなと思いますので、もう開けました。もう今最高の状態です。で、これ、入れようと思ったんですけど、ちょっと面白い話がありまして、面白くもなんともないかな。これ、前、私はね、皆さんにご報告いたしました、デキャンターに使うですね。はい。これをですね、使おうと思ったんですよ。そしたらね、ほら、見てください。これ入らないんですよ。なんかね、口がね、ちょっと狭いのかな。うん、入らないんですよ。やっぱね、本場は違いますよね。ね、もうデキャンタするポワレみたいなものなんて入れさせてくれないわけですよ。もうそんなもん使わんと、ちゃんとその昔ならではの方法でやらんかいというカツを僕は入れられました。はい、もう本当にもう申し訳ございませんと言うしかないぐらいですね。そう来たかと。どう来たのかよくわかんないですけど。まあ、使えなかったという話なんですけどね。なんでね、いや、世界共通なんじゃないかなと思うんですけどね。そうでもないんですね。なんかね。はい。ということで、ちょっとこちらのですね、飲んでいきたいと思います。さあ、これ。世紀の一瞬ですよ、世紀の一瞬。ほんとね。こんなワインをね、いただく機会なんてね、そうそうないですからね。よし、どんなお色なのかな。あら、お美しいお色をされてらっしゃる。うん。なんかあれですね、非常に濃い色ですね。あー。匂いは？うん。来ましたね。すごい。今ね、まあ、アロマとブーケの違いをちょっと言いますと、匂いを嗅ぐときにそのワインの用語で、アロマというのとブーケっていうのがあるんですね。で、まずアロマ。アロマっていうのはこの何もしていない状態です。ついだ瞬間何もしていない状態を、こうやって嗅ぐんですね。で、これのことアロマと言います。まあそのワインのそもそものなんか匂いということらしいんですけれども、よう分かってないんですけどね、そう呼ぶらしいです。はい。何のこっちゃ分かんないですけど、何がアロマやねん、何がブーケやねん、どうでもええわって思ってる人、いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういう風な名前だそうです。はい。で、こうやってね、スワリングをしまして、クーッとちょっと触れさせた状態で嗅ぐ、この匂いのことをブーケと言います。で、
今ね、このブーケがね、すごかった。もうブーケがすごかった。このね、匂いをね、表現するのってすごい難しいんですよね。みんなね、なんか、黒いちごや、黄いちごや、なんとかや、かんとかや、言ってね、表現するんですけどもね、私それを全然、なんか、習ってないというか、勉強もしてないので、ちょっと、どう表現しているのかわかんないんですよね。なんで、ワインの、あるんですよ、ちゃんと。匂いの表現の仕方っていう。ある、どの果実味のことが言うかっていうのがちゃんとあるんですよね。例えば、ナッツの、まあ、白ワインで、ナッツの香りだったら、香りだったり、まあ、普通の赤ワインだったら、まあ、キイチゴ、まあ、普通のイチゴ、ブルーベリー、ジャム、なんとか、缶とかってあるんですけど、なんのこっちゃわからんっていうね。ただ、この匂いは嗅いだことあるよっていうのはよくあるんですよ。あ、この匂い知ってる知ってるみたいな。それをね、どう表現してるのかよくわかんないんで、ちゃんとね、勉強していきたいなと思ってるんですけれども、これはね、でもなんかジャム的な匂いですね。はい。がすごく強い感じがします。なんか、なんすかね、いちごの濃い熟した感じのいちごを、なんかジャムにしたような感じの匂いがします。合ってるのか全然わかんないですけど、とりあえず、いただきたいと思います。いやー、光栄です。ほんと光栄でございます。こんなワインをね、飲める日が来るとはね、本当に。想像以上に果実味たっぷりかつ甘い、甘いですね。そのいやらしい甘さじゃなくて、なんだろう、これは何の甘さだろう。トロピカルの甘さがかなん、トロピカルでもないの、なんだろう。ちょっと私が大好きなグルナッシュっていうブドウ品種があるんですけれども、それの甘めになんかすごい近い気がしますね。グルナッシュはね、イタリアでも多分使われているんですけれども、グルナッシュと品種は南フランスとかがですね、シャトーヌフ・ドゥ・パブですかね、間違えてたらすいません、ヌフって言うんですけどね、それのワインとかでよく使われている品種なんですけれども、非常にね、なんですかね、えぐみのある甘さっていう感じがする。なんか黒ブドウみたいな、なんかね、ほんと普通のブドウの美味しいって感じじゃなくて、熟したなんかもっと濃いブルーベリージャムをもっと濃くしたような感じの甘みというか、なんかえぐみっていうのがあるんですよ。なんで結構後味が苦かったりするんですよ。ですが私はこのグルナッシュがすごい好きでなんですけど、それのなんか似たような感じの甘みがしますね。もう何が入ってるか全然わかんないんで、品種がね、どういう品種が入ってるのか全然わかんないんですけれども、まあグルナッシュ系がなんか結構多かったら嬉しいなとは思いますけどね。非常に美味しゅうございます。はい、もうね、嬉しいな。で、ちょっとこのワインいろいろ調べてきました。こちらがですね、イタリア のベネチアがある州なんですけれども、イタリアベネト州のソワーベ村というところで作られているワインだそうです。こちらのソワーベというなんですけれども、なんか白ワインが有名らしいんですよね。で、こちらここ見てわかりますかね、ちゃんと書いてあるんですけども、こっちでいい、こっちかな、はい、こちらですわ。見えるかな、ピント合うかな、合わねえかDOC の格付けです。で、イタリアの格付けの話をいたしますとですね、一番上の位が DOCG と呼ばれるものでして、正式名称が全然わからないんで、ちょっと棒読み読み上げるんで、ちょっとメモを見るんですけれども、デノミナツオーネディオリジネーコントローラータエガランティータだそうですねこれが DOCG です。一番最上位の位ですね。はい。で、こちらイタリアの最上のその格付けはですね、約30銘柄が承認されているらしいです。で、この下が、今回飲んでいる DOC というワインの格付け、位になるんですけれども、この格付けは何かというと、品質の基準を、ちゃんと満たしているかみたいなところですね。すごい審査が厳しいらしいです。で、DOC というのも、じゃあ審査が楽なのかっていったらそういうわけではなくてですね、こちらもちゃんとした基準に、クリアしている約300の銘柄が登録されているらしいです。なんで今回飲んでいる私のこの DOC のこのロッカスバーベは、
300のうちの一つの銘柄ということになりますね。ちなみに DOC の正式名称はデノミナツオーネ・ディ・オリジーネ・コントロラータだそうです。ほとんど一緒ですね、はい、DOCG はその後にコントロラータ・エ・ガランティータっていうのがつくだけって感じですね。そのみんなガランティータを、取るために頑張ってるみたいな。ガランティータってなんやねんっていうねそんな感じはしますけれども、まあそんな感じです。なんでこちらの DOC のワインに関しましては、非常に、まあ、由緒正しいというか、ちゃんとしたその基準をクリアしているワインとなります。はい、素晴らしいですね。ちなみにこのソワーベ村で作られているワインなんですけれどもね、今回ご紹介しているのがこのソワーベ村っていうのはイタリア語で気持ちいいという意味もあるそうです。はい、まあ、気持ちいいというか僕からしたらもう美味しいなんですけどね、まあ、美味しい、そして気持ちいいってことなんでしょうけれども、はい、とっても美味しいワインです。ちなみにこのソワーベ村は DOC に認定されていると言いましたけれども、このソワーベ村の中にも DOCG 一番上の位に登録されている銘柄もあるそうです。それがなんか2つありまして、レチョート・デ・ソワーベというものがありまして、こちらは収穫したブドウを一旦陰干ししてからですね、醸造するらしいです。でこれはなんかキフワインと同じようにですね、とても甘い高級ワインとして出荷されているようです。でもう一つありますのが、2001年に DOCG に昇格したソワーベスペリオーレというものがあるらしいです。でこちらはソワーベの高級品で辛口なんですけれども、すごい深いコクがあるらしいです。これも一回飲んでみたいですね。なので白ワインがとてもですね、代表的なソワーベ村で作られているこちらの赤ワイン、確かになんか、甘いというかなんて言うんですかね、深いコクがあるような感じもしなくはないですけれども、はい、ということで、本日はこちらイタリアからですね、直送で持って帰ってくださった、ソワーベ村の赤ワインロッカスベーバのご紹介でございました。で、ちなみにこちらのですね、まあ毎度おなじみのディレクタブルで皆さんどのような格付けとか点数をつけられているのか確認していきたいと思います。このね、私はね、ディレクタブルの素晴らしい点はここにあると思うんですよ。ディレクタブルというアプリに関してはですね、これはもう海外向けのアプリなので、もう全世界グローバルので使われているアプリなんですね。で、あと日本でよく似たようなね、パシャッとワインを押さえたらその、まあ、日本語でコミュニケーションが取れるようなですね、アプリもあるんですけど、その日本人向けに作られてるですね、世界でグローバルで使われているディレクタブルを押しますね。やっぱこういう時にですね、海外でしか出回ってないワインは、海外の人は普通にまあ、レーティングしてますけれども、日本の人は全然レーティングしてないので、参考にならないというケースが、やっぱり点数が出てこないというケースがありますからね、その日本のアプリだったら。日本発のアプリだったらもう日本の中で出回っているワインに関しては情報があるけれども、世界に出回っているワインに関しましては情報はないはずなのでね、はい、なのでやはり僕は世界基準のディレクタブルというアプリを推しているというわけがございます。はい、じゃあ、実際にじゃあ私はね、何点か、こちらレーティング10点満点なんですけれども、もうね、もう10点ですよ。はい、もうこれはね10点です。味もとても美味しかったんですけれども、やっぱね、感謝の気持ちも込めて、もう10点満点というふうにさせていただきたいと思います。もう10点というかね、もう12点とか、13点とか、本当は、あげたいんですけども、アプリにね、アプリがもう10点満点しかないのでね、そこはもうご了承くださいというだけなんですけれども。パシャリと。はい。じゃあ実際何点なのか見ていきたいと思います。お、出ました。あ、すごいですね。なかなか高いですよ。こちら、ドンと。見えないかな、見えないかな、見えないかな、見えないね。はい。説明します。32レーティングス。やっぱ海外でよく飲まれているワインみたいですね。はい。で、8.7 ポイント。結構高い方だと思います。で、プロのレーティングは2人やっておりまして、8.6 ポイントとなっております。はい。いやー、非常に美味しいワインでございました。こちら、私はもう、こうね、こう、レーティングつけれるんですけども、これ、はい、もう、はい、もう、はい、もう、元気いっぱいニコニコマークの10点でございます。はい、こちら10点満点で再やらせていただきますということでね。はい。いやーね、でもまあ、海外版ですごいグローバルでディレクタブルをすぐ押したんですけれども、すごいですね、やっぱり、なんて言うんでしょうか、
海外の人がね、いっぱいコメントしてるんですよ。このワインに対して。こうだよ、ああだよ、あんなんだよって、いいことすげえね、いっぱい言ってると思うんですけどね、英語だから全然読めないんですよね。本当に。ちゃんとね、英語勉強しないとな、もう本当に。せっかくね、素敵なコメントがいっぱい書いてあるかもわからないのにね、それがわからないっていうのはどうなんだって思いますけどね。はい、ちゃんとちょっと英語も勉強していきたいと思います。はい、そんな感じで、本日は、こちら、ロッカスバーベのご紹介でございました。